道端の空き地に集積された災害ごみ人の身長以上の高さまで集積された災害ごみ集積場からの搬出災害ごみとは災害後に出される不要物のこと災害ごみは大規模な災害が都市などを直撃した際に災害の衝撃やそれに伴う家屋の倒壊等によって壊れたものや動作しなくなったものを廃棄したもので災害のためのゴミということで災害ごみと呼ばれる 災害の強力な破壊力によってもたらされるもので、家具や家電などがある字になるが、他にも、衣類や食品容器などが放棄される。また、その他に、災害の影響を受けたものの前から、不要だったもの、建築廃材や鉄材、石材など、災害以前に不要であって、影響を受けていないもの、外部などから持ち込まれる災害の影響を受けていないものも、 災害廃棄物と一緒にされてしまうこともあり、復興時の問題になることも多い。災害後の復興のためには、災害廃棄物を撤去することがまず必要となる。撤去された災害廃棄物を一度に処理することは困難であるため、一時的に仮置き場に集積され、順次処理されることになる。仮置き場に長期間災害ゴミを望みすると、周辺環境を汚染する恐れがあるため、 迅速な処理が求められる。このため、災害廃棄物の処理は、埋め立てやバッチ式の焼却が大勢となることが多い。日本の環境省では、災害廃棄物と定義している。具体的な廃棄処理については、環境省の管轄課から、複数省庁が協力し、必要人員、機材を近隣自治体や都道府県に支援要請しつつ、 処理費用の分担や処理完了までの期間見通しについて県や国で協議を進めることが定められている。また、この支援処理に関しては、専門人員支援に特に重点を置いた官民合同の d ウェイストネットが活用される。コンクリート類、金属、土砂、津波堆積物などの廃棄物が混合した混合物とした上で、一家のように分類している。 これらは仮置き場に一旦集積された後に数回の分別、選別処理を経て焼却などの廃棄処理が行われる。また、その廃棄物処理は効率的処理を目的として日本国内で複数市町村が処理ブロックまたは処理区として指定、設定される。環境省資料によれば百九十五年一月十七日の阪神・淡路大震災における 災害廃棄物の発生量は約1500万トン、そして2011年3月11日の東日本大震災では約3100万トンと推定している。2015年9月の関東、東北豪雨災害においては、茨城県上層市、栃木県小山市で災害廃棄物が発生し、前述の環境省リーベースとネット所属技術職員が神奈川県、 横浜市及び愛知県名古屋市より車両計14台と人員計69名が出動、収集、運搬を支援している。首都直下地震では約6500万約1億1000万トンが南海トラフ巨大地震では約2億9000万から3億5000万トンの災害廃棄物が発生すると環境省は試算している。ありがとうございます。